はい、お疲れ様です。アイスファクトリーのアンドロイドの動画になっておりますけどね、無事終わりましてですね、今日のお話なんですけど、何年かおきぐらいに、たまに忘れた頃にお話をしている内容なんですが、うちの古いお仲間さんは、ね、ご存知の方も多いんじゃないかなというね、話なんですけどね、この話っていうのはあれなんですよ。特に皆さんにお聞かせするお話ではなくて、定期的にこうやって自分で思い起こして忘れないようにするためのお話というね、そういう位置づけで、お時間のある方お付き合いいただければと思いますけど、僕もロングロングアゴ、デッチ暴行してね、オートバイの、修行のようなことを、バイク屋さんでしてた時期がやっぱりあったんですな。僕にも若い頃があったんですよ。でその頃にそのデッチ暴行してるバイク屋さんと懇意にしているこう車関係の、大きい会社がありましてね、そこの若手のホープ、ちょっと僕よりお兄さんになるんですけど、兄さんとしときましょうか。でね、仲良くしていただいてましてね、なんかうちの店舗の方で車関係のことで困ったことあると、僕もいろいろと聞きに行ったりお仕事をお願いしたりとかって言ってこう交流が、兄さんに相談して、で兄さんもなんかもう本当車大好き人間の車ジャンキーの方だったんですけど、オートバイも乗るんで、オートバイのことでなんか分かんないことあると、僕に聞きに来てくれたりとかね、そんな感じで、兄さんとは仲良くやらせてもらってたんですけど、そんな関係ありながら、数年経って僕もその、デッチ暴行から離れましてね、放浪の旅に出まして、いろんなことをやってましたけどね、最終的には、この業界に帰ってきたということでこの店やってんですな。15、6年になるんですか、ここも立ち上げて、その間、その兄さんとの交流っていうのは、なかったんですけどね。でこの業界帰ってきて、いろいろとその元いたデッチ暴行してたお店とか、そのお世話になってた車関係の会社の方とかね、またこう交流が出るようになって、お店立ち上げてひしこいて走り回ってるうちに、ちょっと僕風の噂で耳に入ってきたんですよ。業界やっぱ狭いもんで、僕がね当時仲良くさせてもらってた兄さん交通事故で亡くなったというお話を聞いて、大変当時ショック受けました。本当いずれ自分で独立して車屋さんやってみたいな、ドラッグレースにはまってた方なのでね、やっぱ競技畑の方もやりたかったんでしょうけど、志半ばで、高速道路で、停車中、渋滞で停車中にこう後ろから衝突されてっていうね、たまに聞く、事故で、大事故だったんでしょうね。そういった事故で不幸にも亡くなられたというお話聞きまして、人ね、で自分がどんだけ気をつけてたって、そんな事故ってね避けようもないもんで、だから僕本当ちょっと悔しくて、で僕がいつも子供たちに言うのは、落ちてきた人工衛星も避けろとかね言うんですけど、子供たちは「なむちゃな!」とか言うけど、無茶なとは言うけど、避けらないかなとは思うけど、そういう話を踏まえると、もう死んじゃったら文句も言えねえぞと、生きてこそだからもうとにかく晴れるアンテナを張りまくってみたいなね。僕が結構子供たちにそういうむちゃくちゃ言うのはね、そういう仲良くしていただいた方の理不尽な事故の影響っていうのもあるんですよ、実はね。で、お店立ち上げてそんな噂も入ってきて、そっかと、兄さんの分も頑張んねえとなみたいな
ことをやって右往左往しながら四苦八苦しながらねお店をこう切り盛りしてたんですけど、ある日近所にお住まいになられてるという、高齢のおば様がお店に訪ねていらっしゃいましてですね、まあ、ちょっと突拍子もないことを言い出すわけですよ。自分の息子が、事故で亡くなりまして、まあ、こういったお仕事をね、あなたと似たような仕事をやっていて、工具箱がこうなくなってしまった後ね、宙ぶらりになってしまってというご相談を受けたんですよ。その、まあ、要するに処分も忍びないと。ただね、まあ、保管しておくわけにもいかないと。誰かこうね、なんかこう亡くなった息子の意思を継いでこう仕事に使っていただけるような方がいたらと思って相談に来たとおっしゃるわけですね。まあ、ちょっと兄さんの話もあったんで、まあ、ちょっと重いなと思ったんですけどね、まあ、言うならばでも遺品整理みたいなことかってことになっちゃうのかななんて、まあ、なんかこう手提げのね工具箱みたいなものとかであれば、まあ変な話ですけどね、使える、工具は使わせていただいて、ちょっとまああとはどうにもなんないものは鉄くずで処分させていただくのかとかね、でも引き受ける以上はなかなかそういうことも難しいななんて思ってたんですけど、なんつうかその女性がね、まあ息子さんの写真とかまで見せてくれてっていうお話されてきたん で写真見せていただくとね、なんか僕が店立ち上げて店前うろうろしてるのがなんか息子さんとダブったらしくて、あなたに似てるのよなんて言ってこう写真を見せてくれたんですよ。その写真がまああんま似てないんですけどね似てっかなと思ったんですけど、よくよくお話ししていくとこうなんかあれあれあれって言って話聞いていくと、その当時僕がお世話になった兄さんのお母さんでした。だからこんな巡り合わせあんのかなと思って、まあもうその工具箱も僕引き継ぎますよ、ぜひ僕に使わせてくださいって言ってね、引き取り行かせていただきました。そのお母さんとはね、まあ、本当ご近所にお住まいで、僕は今大ママ大ママって呼んでるんですけど、まあ、こんなコロナ禍になる前なんかはね、もうだから実際昔兄さんと付き合ってた時よりお母さんとの方が僕仲いいですコロナ禍になる前なんか近所のスナックで一緒にカラオケ歌ったりとか飲んだりとかね、飲み友達で、まず最近ねこのコロナ禍とあと大ママが最近大病を患ってリハビリ中なんで、まあなかなかね一緒に遊ぶわけにはいきません。まあこんな巡り合わせがあるのかと思って、工具箱をね引き取らせていただいて、まあそれがこの工具箱なんですけど、スナップのね、びっくりしました。でかっと思ってなんか気持ち的に重いなって思ってたんですけど、実際品物も重かったですこんなみたいなね。で中に基本的な工具自体は僕もお店立ち上げるためにね用意してた工具箱っていうのを引退させまして、この引き継いだ兄さんの工具箱とね残ってた工具使わせてもらって、まあ、基本的な工具は、まあ、ほぼほぼ僕がね自分でかき集めてきてたものを今使ってるんですけど、なんていうかね、たびたびこうたまに思い出してこうお話しするのはやっぱりこう生きてこそやなと、まあ、何ぼ言ってもね、もうこうやって一人でやってると非常に厳しい時とかもう泣き入れたい時とか逃げ出したい時とかあるんですけど、まあ、お金のこととかね、もう本当もうキャーって思う時あるんですけど、やっぱりこの工具箱引き継いだおかげで、あ、まあね、死んじゃったらその辛さもクソもないんだろうなと
今ね楽しいこともあるし、時にはやりがいもあるし、時にはねなんかまあ辛い時はこの工具箱を見てみたいな、まあなんかそんな美談じゃないんだよな、なんとなくこうやって思い出してなんか俺はまだいけるよなっていうね、そんな感じで時々思い出すわけです、うん、まあとりわけこうお盆の時期なんかにはね思い出してみたいな感じなんですけど、だからまあね、まあ遅かれ早かれ僕も行きますんで、今できることをね目いっぱいこの工具箱と一緒にやって、まあいずれ、まあ、僕も行くんでしょうよ、その時になるべくねたくさん土産話を持っていけるように、ね、頑張っていきたいなと思っております。まあ、なんでかっていうと、なんかちょっとね、この間、なんだろうな、大ママがビール持ってきて、バドワイザー持ってきて、こう、命日がね、この間あったんで、お墓参り行ってきて、まあ、時間があったら一緒に飲んでやってよって言って、バドワイザー置いてったんで、あ、兄さん、バドワイザー好きだったっけって思って、あ、そうだったかな、なんかアメリカにね、武者修行行ってる時に、バドワイザーにハマって帰ってきてからも結構好きで飲んでたらしいんですよね。へえーと思って、うん、あら今日ちょっと兄さんとねバドワイザーいただきにやがら、じゃあ兄さんの分もね、まああとねどうすか、暇ですか、まあそのうち土産話いっぱい持っていきますんで、ね、ちょっと待っててください。じゃあ今日もお疲れ様でした。おままいただきます。うまいね、うん、ああまだね手足も動くし元気だから頑張ります、ね、なんか僕のあれですよね、アルカディア号といい栃郎みたいなことなんじゃないかしら、なんかずっと見張られてるような感じしてね、たまにこう怖って思う時あります、うん、まあまあそんぐらいの方が僕にはいいですはい、今日はちょっとねしんみりのお話をお付き合いいただきました。そんなこともあるっちゅう話ですよ。ありがとうございました。